今回はですね、まあタイトルにもね書いてる通りなんですが、まあね、この前の動画でですね、まあ無印良品のあんなに美味しい綿あめがっていうね動画ありましたよね。はい、あんなちっちゃくなってましたよね。はい、じゃあね、ちょっとね今回はねそちらのね動画と関係しております。はい、では先にねそちらのね動画をねご覧いただきたいと思います。ではね、それではご覧ください。最後の一袋のね時にこうなってたんですよ。やばくない？これだからこの袋もうパンパンになるくらいなのね。でこれがこんななってるんだけど、でもねほら賞味期限とかほらに俺2021年の3月、6日で終わってるから、えっと思って、だから3月だからまだまだだよね。はい、まあねこういうね動画だったんですが、まあねそちらの動画はねちょっと概要欄にね貼っておきますので、まあねぜひご覧ください。まあね今回はですね、まああれちっちゃかったじゃないですか。あれをねちょっと今日はね普通の無印良品のね綿あめ買ってきましたので、そちらをねちょっと紹介したいなと思います。ではねやっていきましょう。こちらが例の無印良品でございます。はい、こちらがねこの普通のやつですね。はい、これがこの前ねちっちゃくなってました。はい、ではねこれをね今回ね食べてみたいと思います。はい、まあそういう企画でございます。今回はで、まあこれね美味しいんだよこれ。はい、まあね、はい、私はこの前言った通りね、まあ、4個ですね。はい、でこういう感じです。はい、まあね、まあちょっと袋パンパンではなかったけども、まあまあですね、こういう感じとなっております。はい、めっちゃこれ美味しいです。ちょっとこれ開けてみましょう。はい、よいしょ、めっちゃふわふわです。はい、これねマジでふわふわだよ。ちょっとね食べる前にねちょっとふわふわかどうかねちょっと確かめようね。ほら、じゃあこれ手でこう潰すと、ほらこういうね毛のような感じです。はい、ほら見えるか、毛のような感じ、ほら、ね、うん、おいしい、うん、溶けちゃうんだよね、すぐ。普通の綿あめとは違う一角ね、高級綿あめのようでね、これね、味が何もついてませんので、やっていってもめちゃくちゃおいしいんですよ。はい、あーはー、うんうん、うわ、すぐ溶けちゃう、もう溶けちゃう、うん、もう歯使わなくていいね、もう口でもうこうギュッて押さえるだけで溶けちゃうくらいなんで、はい、うん、ふーん、うん、うまい、うん、めっちゃうまいです。はい、うん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 、はい、これでこれはもうね病みつきになります。はい、まあねこちらもねめちゃくちゃ美味しいですのでね、まあねぜひ食べてみてはどうでしょうか。で、いや、だけど賞味期限はまだまだだけど、なるべくね早く食べた方がいいですね。はい、まあ綿あめますぐちっちゃくなっちゃいますので、この前のようにねめちゃくちゃ、うん、あの塊になっちゃうのでね。はい、まあね今回ねここら辺にしていきたいと思います。じゃあねここからじゃんけんタイムに行きましょう。いきますよ、リヒリヒじゃんけん、リヒじゃんけん、じゃあ中継でした、勝ったやな負けたやな、ハバナイスデイ。